お願いします。本日、科学技術イノベーション総合戦略2017を取りまとめました。この内容を骨太の方針や未来投資戦略に反映させるとともに、ソサエティ 5.0 の実践に向けた取り組みなど、重きを置くべき施策を具体化し、推進してまいります。有識者会議からは、科学技術イノベーションの活性化を促進する制度的、法的基盤の構築が急務との提言がありました。大学や国立研究開発法人は、公的資金主体の運営から民間資金も活用した経営へと脱却し、ベンチャー支援を強化することで、研究成果の実用化を加速し、教育や研究を支える資金源を多様化し、寄付や株式も活用しつつ、民間資金を含めた財政基盤を強化するなどの改革を進めるものです。これらを実現するための制度改革に向け、できることから直ちに着手するとともに、研究開発法人許可法の改正に向けて、与党と協力して準備を進めていただきたいと思います。今後、民間の研究開発を戦略的な成長分野へ誘導し、官民合わせた研究開発投資の効果を最大化していただきたいと思います。ありがとうございました。それでは。